して出して。ほら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 、殺意はない。探るだけ探るか。あんたらがしょうもない地位や伝統のためにせき止めていた力の波がもうどうしようもなく大きくなって押し寄せてんだよ。少しおしゃべりが過ぎるの。おお、怖っ。言いたいこと言ったから退散しようっと。お前だな。あ、ラッキーラッキーラッキー、殺すな。こいつにはいろいろと聞かないといけない。せちゃダメだよ。ほら、手当てして。学願寺学長、いやーよかったよかった。びっくりして死んじゃったらどうしようかと心配しましたよ。クソガキが。あー、ナミ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。ふなんで切れてんの？別に切れてないけど。だよね、僕何もしてないし。京都側の調査を歌姫に頼みたい。私が内通者だったらどうすんの？ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。